はい、どうもっしです。今回はですね、メンタル死んだ、人生で辛かったことトップ5という話をしていきたいと思います。で、私はですね、うつ病になってそこから回復してね、今は仕事してるんですけど、思い返してみると自分の人生ですね、相当辛いことが、個人的に相当辛いことがありましたと。この辛いことって結構うつ病の原因になってんじゃねみたいなね、ことがあるわけですよ。で、これ結構動画にしたら面白いかなと思ってね、まあ気軽な気持ちで動画にしてみます。一応視聴前の注意としては、まあ多分そんなに重くはないはずなので、大丈夫だとは思います。はい。まああんまり心配、あんまりあれだけど、そんなにこうめちゃくちゃ今日調子悪いわっていう人はね、ちょっとブラウザーバックしてもらった方がいいかもしれないですね。というわけで始めていきます。まず第5位ですね。第5位は専門学校です。専門学校。私は大学4年行ってるんですよ。ちょっと就職は一応できたんですけど、個人的にあんまりこううーんって感じだったので、ちょっと専門学校2年行ってね、どうしてもシステムエンジニアにその時なりたかったので、プログラミングができる専門学校に2年間通いました。プログラミングができると思って入ったんだけど、やっぱりさ、専門学校って何が売りかって言ったら就職率なんですよ。僕はね、プログラミングスクールとは違うとこで、オンラインプログラミングスクールだったらね、ちゃんとプログラミングやると思うんですけど、昔ながらの専門学校っていうのはプログラミングよりもやっぱ資格取得、国家資格を取らせるってことをやらせたがるんですね。就職率が高まるんでね。で、まあ就職してからはそんなに意味なかったかなって思うような、基本情報技術者っていう資格と応用情報技術者っていう資格をね、2つ取りました。4月に入学して、10月に基本情報技術者っていう資格を取ったんですね。で、その次の4月に応用情報技術者っていう資格を取ったんですよ。で、私って高校時代とかってね、もう偏差値35ぐらいしかないアホだったので、もう全然勉強できなかったんですよ。で、専門学校入った時も担任の先生に呼び出されて、いや星はもうちょっと大学卒業して入ってきて年だし、ぶっちゃけね、一般教養なさすぎるから、ちょっとエンジニアの資格、国家資格取るのはちょっと無理だと思うから、諦めてちょっと一般職の方も考えてねって言われたぐらいね、ダメダメだったんですけど、死ぬほど勉強しました本当に。まあ、普通に学校の授業終わって家帰ってきてからもずっと勉強してたし、で、どうしてもこう大学卒業した後に専門学校行ってるって負い目があるんで、もう絶対就職しなきゃいけないと思ってたんで、オープンキャンパスのリーダーとかもやってたし、オープンキャンパスっていうのはこの専門学校に入りたいんですよっていうさ、高校生が遊びに来て、そこでまあ接客するって感じですかね。それの取りまとめのリーダーとかもやってました。就職したかったからね。成績とかもまあクラスでは一応トップクラスに入ってましたし、まあそんぐらいやってたからね。で、おかげでね、就活はまあ楽勝でした。本当楽勝だった。東日本大震災があった後とかの時代だったんで、結構就職率っていうのは厳しかったんですけど、まあ相当楽勝でしたね。やっぱり成績が良かったからなんだと思うんですけど、まあちょっと自慢みたいになっちゃうんですけど、東証一部上場の企業に入りましたね。で、これね、面白いのがさ、東証一部上場の企業に入りましたって偉そうに言ってるけど、俺が入った時ってね、マザーズ上場だったんですよ、その会社。でも、俺が辞めたのってもう4、5年前なんだけど、去年ね、東証一部上場したんですね、そのうちの前の会社が。だから東証一部上場に入ったって言ってます。前の同期とね、この間電話した時も、同期もね、なんか転職活動する時に東証一部上場の企業にいましたって言ってるそうなんですよ。あ、じゃあ俺も言おうと思ってまあ嘘だけど嘘じゃないみたいなね。はい。まあそうやってね、すごいちょっと話それたけど、まあ無理していろいろやってたんで、まあちょっと潰れちゃいましたね、精神的に。燃え尽き症候群みたいになってて、その時なんか誰かに相談したりとか、ストレス解消とかできてたらだいぶ違ったと思うんですけど、体調がめちゃくちゃ悪いまんま就職してサラリーマンずっと続けてたんですよ。だからなんかようわからんっちゃうけど、なんか微熱がずっと続いてたってのがあって、本当ようわからんかったなと思いますね、うん。で、第4位ですね。第4位は中学校の時に入ってた剣道部ですね。剣道部、これね、幼馴染の女の子がいて、その子がね、剣道部入ってたんですよ。で、その子が親からそう聞いたんで、その子から直接言われたわけじゃないんですけど、その子はどうしてもこう、まあ、星に剣道部入ってほしいと。まあ幼馴染で仲良かったし、まあ、あとその剣道部がね、なんかそう、人が少なかったんですよ。だからなんか存続できないとか、なんか試合、公式の試合ができないとか、なんか確かそんな理由だったと思うんですけど、だからそういう誘われ方したからさ、まあ楽なんかなと思ったし、まあ、正直頼られたら調子乗るんで、まあそんな感じで調子乗って入ったはいいんですけど、その相当ガチだったんですよ、その剣道部。もうガチガチのガチで、確か幼馴染のその子は高校になって全国クラスとか行っ
ったとかそんなだった気がしますけど、ガチすぎてメンタル追い込まれたって感じでしたね。でそのいかにガチだったかっていうと、まあちょっと時代が昔なんで体育会系、がっつり体育会系なんですけど、あの夏休みに強化練習っていうのがあったんですよ、剣道部の。朝5時に来いと、学校に朝5時、まあ5日間ぐらいしかなかったんですけど、朝5時に来いって言われて、夕方まで練習ありましたね。夕方まであって、練習終わりに学校のプールを使って2キロ泳げと、そういう感じでしたかね。学校名も出さないし、本当に今だから言う話なんだけど、もう今やったらもうめちゃくちゃ怒られるような話でさ、そのうちの顧問ね、職員室に自分の部屋持ってて、そこでね、なんかね、プロ野球スピリッツっていうゲームやってたりね、タバコ吸ってたりしてましたからね。まあ本当に時代だなって感じですけど、なんかすごい、わかんない、普通に学校の先生だったけど、なんか結構、別に教頭とかね、校長ってわけじゃないんだけど、めちゃくちゃなんか幅を利かせてましたね。まあ、どういう感じになってたのかよくわかんないけどね。はい。まあでも、剣道部辞めてからっていうのはね、すごいその先生優しくなって、すごい笑顔で話しかけてくれるようになったんですけど、まあ私はもうしごかれまくってるんで、まあその笑顔も怖いっていうあれしかなかったですけどね。はい。はい。で、第3位。第3位はね、システムエンジニアです。システムエンジニア。端的に言うとやっぱ納期がきつい、徹夜がある、コミュニケーションが少ないっていうね。まあとてもなんかこう、人間の仕事じゃないっていうような感じの環境でもなかったですけど、でも個人的にはそう思ってたので、単純に体力的にきつかったかなっていうイメージはありますね。これはね、甘えんなよって怒られそうだけど、自分のやりたい分野じゃなかったんですよ。詳しい人はこれでわかるんですけど、私はずっとね、業務系の、仕事やりたかったんだけど、環境のせいでね、その組み込み系のね、仕事をするしかなくて、組み込み系の仕事をしてました。でこれね、わからない人に説明するときは、専門学校で俺ずっとね、和食のシェフを勉強してたんですよ。和食のものばっか作って、和食のレベルがどん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 上がってる時に、お前は洋食のシェフやれって言われたような感じですね。だから、いや俺は和食のシェフがやりたいんだってずっと上に言ってたんですけど、まあ5年ぐらいは洋食のシェフやってくれというふうに言われちゃったので、その学生時代のね、鍛錬がほとんど生かされないっていう環境だったら、なんか虚しくなってね、そんなんで精神的に病んでいったっていうのがありますね。まあ、本当はこうやりたい仕事があるのに一番近くにいてできないみたいな、きつかったね、やっぱ精神的にね。はい。で第2位ですね。で第2位はね、ちょっとねきつい話になるので、ちょっと注意してもらえ、多分この中で一番きついと思うんですけど、第2位はいじめですね。いじめ、小4の時にね、いじめられたんですよ、私ね。そのいじめの原因っていうのは、今はないんですけど、ここにね2つね、こう顔にほくろがあったんですよね。結構大きめのほくろが、まあ、高校生の時にもうレーザーで焼き切っちゃったんですけど、で小学生の時ってさ、なんだろうな、いじめっていうかいじりだったと思うんですけどね、そのいじり程度だったと思うんだけど、周りの人がそのコソコソ笑ってるわけ。授業中とかに前に座ってるやつらが後ろ向いてなんかコソコソ笑ってるとか、あとはそうだな、練り消しっての流行ったじゃん、消しゴムのカスを丸めて。もう今考えたら汚ねんだけど、でそれをこう顔につけてね、私と同じほくろの位置につけて私の方見て笑ってるみたいな、まあその程度のいじりだったんですけど、まあ、当時の私はやっぱ小4だったので、なんかめちゃくちゃ傷ついたんですよね。自分でもよくわからないぐらいめちゃくちゃ傷ついてしまって、そこからね引きこもりになっちゃったんですよ。学校に行かなくなりました。で2年ぐらい引きこもってたんですけど、最初のうちの1年っていうのは、母親もやっぱりこう学校に行かせないといけないっていうふうに思ってたので、こういうなんかソファにあるクッションとかでね、顔を叩かれるみたいなね、まあ、ちょっと人によっちゃ虐待に聞こえるかもしれないですけど、そういうのがありましたね。で母親もなんかちょっとあまりにもこう衰弱していく私を見て、ちょっとやばいと思ったのか分かんないですけど、途中でかなり優しくなった、もう学校行かなくていいよみたいな感じになったんですよね。まあ、その切り替えができる母親すげえなと今は思いますけど。で母親に聞くと、その時の私っていうのは体操座りして部屋の隅っこにいたそうなんですよ。でね、これ私全然覚えてなくて、覚えてないっていうのがね結構やばいよねっていうことをカウンセラーに言われたことがあります。だからなんかもしかしたらあの時からなんかうつ病的なのが始まってたんじゃねえかなって思うとちょっと怖いよね。私もこの辺の記憶っていうのはあんまりほじくり返さないようにしてるんですよ。多分ね一番やばいので一番この辺やべえなと思うので、まあ個人的にはあんまり掘り返さないようにはしてますね。記憶がない分実は1位なんじゃないかって思ったりもしてますね。はい。で1位ですね。1位はね、まあ自分の記憶がある範囲だけど、もうこれ圧倒的1位はうつ病です。うつ病になってしまったこと、うつ病になってからですかね。もうダントツですね。まあ多分ね、普段から私の YouTube 見てる人はこのランキング1位も分かってたんじゃないかなと思うし、あとうつ病を経験してる人だったらみんな1位同じなんじゃないかなと思うんですよね。
圧倒的1位というかね、仕事もクビになりましたし、まあ、完全にもう人として終わったなと思いました。社会人として人間として、まあ、終わったなと思いましたね。もうとてもじゃないけど回復できると思えなかったし、うつ病になってから会社を追い出されるっていうのはもうお前は必要のない人間だと、まあ、いうふうに言われたんだろうなっていうふうに思って自分を、まあ、追い込んでましたね。まあでもね、今思うとね、まあ、特にその会社から追い出されて、自分なんて価値のない人間だって思ってしまう人ってね、あの私以外にもたくさんいると思うんですけど、まあ、私が今そのフリーランスからね、自分で会社作って人にお仕事をお願いしたりとかする立場になったからわかると思うんですけど、会社をクビになるとか、あの仕事の契約を打ち切られるっていうのはぶっちゃけそんな大した話じゃないです、本当に。あのね、ちょっとねこれね言い方難しいし、ちょっと冷たく聞こえたらちょっとあれなんだけど、あのまあ私もそうですよ、私もそうだけど、あなたの代わりっていうのはいくらでもいるんですよ、本当に。私の代わりもあなたの代わりもいくらでもいるんですね、その仕事の場合は。ただ一人の人間としては代わりはいないんですよ。例えば家族とか恋人友達っていう感じになってくると、その場合はね代わりはいないです。その人が好きだとか、その人がいいと思ってるんでね。ただその仕事の場合っていうのは、もちろんその人がっていう場合もあるんですけど、まあ、それ以上にその人が持ってる労働力とか、スキルとか仕事の能力ですよね、それを買ってるので、だからその仕事の能力があると思って買ったけど、あちょっとあんまなかったねっていうことで、じゃあちょっとごめんなさいねっていう感じで切る場合もあれば、うちの会社のちょっと事業領域が変わってきて、あの仕事をお任せできる状況じゃなくなったので、ちょっとごめんなさい、ここで一旦切らせてもらいますっていう感じで切るとか、結局その人がダメとかっていうよりも仕事内容が合わなくなってきたとか、あのそっちの方が大きいんですよね。だからうつ病になって会社をクビになるっていうのは、その人に価値がないわけではなくて、一旦はでもしょうがないよねって話なんですよ。要はうつ病になってその仕事ができない状態になってるので、一旦そのスキルとか仕事能力をなくしてる状態ですよね。だったらちょっとあのお金を払い続けることっていうのはうちとしては難しいですよっていう話になるんですよ。労働力を売ってる代わりに労働力を買ってるっていう感じなので、あの労働力を売れないのであればこちらも買うことはできませんよって、単純にそういう話です。まあ、言ってしまえば世の中金なので、金を稼げない状態であればこちらも金を払うことはできませんよっていう、単純にその経済論理ですね。これを冷たいと考えることもできるけど、でも逆に言うとまたそういう状態が戻ってくればどっかに自分の労働力を売ることができるので、まあ自分をそんなに追い詰める必要はないかなっていうふうに今は思いますね。まあ当時は思えなかったけどね、当時はそんなことは全然思えなかったんですけど、はい。まあでもね、うつ病っていうのは自分の記憶がある中では本当にダントツで辛かったっすね。なんかなんだろう、うまく表現できないんですよ。うつ病ってどんな辛さなんですかって言われてもね、うまく表現できなくて、まあ間違いなく経験した中では一番辛いですっていうことだけですかね。というわけで5つ振り返ってみたいんですけど、第5位は専門学校、第4位は剣道部、第3位はシステムエンジニア、第2位はいじめで、第1位がうつ病でしたね。でね、あのこの話を聞いてですね、あなんだ星さんそんな大した経験してないじゃんとか、うわ星さんなんか私よりも全然辛い経験をしてるとかね、まあ、思った人たくさんいると思うんですよ。でもあの関係ないです、それは全然関係なくて、例えばあの星さんの方が辛い経験をしてるのに私はうつ病になってるっていう人がねいたとしたら、それはあのあなたが甘えてるからうつ病になるとか、あなたが弱いからうつ病になるって話ではなくて、あの辛さとか悲しみっていうのはそういう感情ってのは主観的なものでしかないんですよ。主観的なもの。だから客観的に見てどっちの方が辛いみたいな話っていうのはないんですね。例えばね、極端な話を、極端な話、まあ、客観的に考えればいじめられた人とスマホを落として壊した人だったらさ、いじめられた人の方が辛いじゃん絶対。でもいじめられた経験があってスマホ落とした経験がある人が、両方の経験がある人がいたとして、いや私はもうスマホ落として壊した方が辛かったっていう人もいるかもしれないですよ、中には。でもそれは本当にあの感じ方は人それぞれなので、例えばうちの母親とかもおじいちゃんの転勤で東京に行った時あるらしいんですよ、2年ぐらいで。東京からまたこっちのね福岡に戻ってきて、小学校入った時にやっぱいじめられたらしいんですよね。東京から来て調子乗ってるからこっから線入ってくんなとか、なんか調子乗んなよとか先輩から言われたとか言ってましたけど、あの母親ってこう私と性格が違うので、ちょっとまあやんちゃっていうかちょっと分かんないけど、うるさいんやけどみたいな感じで切り返したらしいんですよね。それとか自分の言いたいことはもうバシバシ言うみたいな、私はこっち行きたいけど行くんやけどみたいな感じの人なので、すぐなくなったらしいんですよ、そういうの、そのいじめ的なやつっていうのはね。でも私だったら真に受けてなんか、あいじめられたみたいな感じになってへこむタイプなので、だから私も母親もいじめられてるわけですよ、同じように。でも母親は
ちょっとそういう性格なんで、まあ私がそれね、私も結構、私がいじめられた時に母親がね、なんでやり返さんのあんたっていう感じで言ってきたから結構困ったんですけど、まあそういう感じで本当に人によってね、受け止め方って違うので、だからその主観的に自分が辛いと思うんだったら、それはちゃんと、あ、辛かったんだねって自分自身で認めた方がいいですよって話ですね。母親の強さ遺伝してほしかったなと思うんやけどね。はい。というわけでですね、私ホッシーの、人生の辛かったことっていうことでね、挙げてみました。まあ、あんまりね、その辛いことを振り返るっていうのはね、メンタル的にその良くない場合もあるんですけど、ただその自分って結構頑張ってきたよねっていうね、そういうふうに思えることもあるので、まあ機会があるとやってみるといいかもしれないですね。まあメンタル的にあんまり状態が良くない人っていうのはちょっとおすすめはしないですけど。というわけで、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。